演舞開演。どうも、本日はこちら、京ハトのフォークハーベストキャラメルコーン味を食べたいと思います。京ハトとあのキャラメルコーンがコラボしたということですね。パッケージにもちゃんと書いてありますけどね、キャラメルコーンのあのが、キャラメルコーンでレビューしたことありましたっけ。なかったらまたやりたいですね。ではただのハーベストに見えますが、デニッシュ生地にもう一工夫あるといいんですけど、やっぱりさっくりしているのは美味しいですね。キャラメルの香ばしい香りしますね。中身はじゃなくて断面はこんな感じです。ではいただきます。噛んだ瞬間からキャラメルコーンのあのキャラメルの香ばしさが口の中に広がって、ただのハーベストとはまた違う食感がとっても美味しかったです。食感じゃなくて味ですね。そしてキャラメルコーンともまた違った食感がキャラメルをうまく引き出しているのは、そんな気もしました。本当に夢のコラボレーションですね。こちら別の逆パターンも見てみたいです。というわけでこちらの点数とさせていただきました。炎天は火をつけるかなこの家にで怖いよ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。